羽越本線。羽越本線は、新潟県新潟市秋葉区の新津駅から日本海沿岸を経て、秋田県秋田市の秋田駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。このほか、酒田駅から酒田港駅までの日本貨物鉄道、JR 貨物の貨物指定を持つ。新潟県下越地方と秋田県沿岸部を結ぶ、東北地方の日本海沿岸の大動脈路線。日本海沿岸の他の鉄道路線とともに、近畿地方から東北地方をつなぐ日本海縦貫線の一部を形成し、稲穂などの長距離特急列車や JR 貨物による貨物列車が走る。村上駅北で、線路は日本海の海岸に沿って進むが、日本海沿岸に特有の自然災害に弱く、長期にわたる運休を強いられる事故がしばしば起きている。新発田駅北の列車は、白新線と一体の運転系統として運行され、特急列車をはじめとして、多くの列車が新潟駅に乗り入れる。新津駅新発田駅間は主に区間列車が運行されている。詳細は運行形態を称。また、新津駅、村上駅間は旅客営業規則が定める。大都市近郊区間の新潟近郊区間に含まれ、新津駅新発田駅間の全駅及び、中条駅、坂町駅、村上駅は IC 乗車カード、Suicaの新潟エアに含まれている。新津駅酒田駅間は、新潟支社が元立駅秋田駅間は、秋田支社が管轄している。上越新幹線に接続する特急、いなほが、新潟駅酒田駅、秋田駅間に運転されている。夜行列車は運転を終了している。2001年3月2日までは大阪駅と青森駅を直通で結ぶ特急白鳥も運転されており、当該列車の廃止以降は特急稲穂の一部が新潟駅青森駅間で運転されていた。しかし短・中距離利用者が主体となり、長距離を乗り通す利用者が激減し、また2010年12月4日に、東北新幹線が新青森駅まで延長された際、稲穂と津軽に系統が分けられた。また、夜行列車については、2012年3月17日のダイヤ改正で、大阪駅青森駅間に毎日運転されていた、寝台特急、日本海が、2014年3月15日のダイヤ改正で、上野駅青森駅間に毎日運転されていた大特急、あけぼのが、それぞれ他客機のみに運転される臨時列車に変更された。関西と東北の日本海側を結んでいた日本海については2013年3月に、さらに北海道とを結んでいた大阪駅札幌駅間の臨時寝台特急、トワイライトエクスプレス、ただし羽越線内の停車駅は新津駅のみ。は2015年3月を最後に運転を終了している。全線を通し運転される列車はなく、酒田駅を境に、新潟支社、秋田支社が担当する区間に概ね区分される。さらに新潟、山形、秋田の両県境区間の輸送量の段差や、他線区との直通運転の関係で、さらに運転区間は細分化されている。新津駅新発田駅間は、朝、夕に E129 系電車が1往復ずつ使用される。以外はすべて気動車での運用となっている。1987年4月1日時点では、電車運行の比率が高かった。1から3時間に1本程度の運行で一部の列車が1991年10月1日から新津運輸区のキハ110系気動車によりワンマン運転されている。また、村上駅北で使用する車両の出入庫を兼ねた、気動車による新津駅酒田駅間の列車が1日に往復設定されている。以前は、新津発坂町駅で米坂線への車両送り込みを兼ねた下り1本が設定されていたが、2015年3月14日の改正では夕方に、新津発米坂線直通米沢駅が設定されている。2004年10月16日に、大都市近郊区間として、新潟近郊区間に設定され、2008年3月15日からは、Suicaのサービスも開始されたが、この区間のダイヤは主に沿線在住の高校生の通学需要に特化しているという側面もあって、運行本数は少なく、さながらローカル線といった感がある。新発田駅、村上駅間は、新潟駅からの白新線と一体の運転系統として運行されている。通勤、通学と都市間輸送以外に、上越新幹線との乗り継ぎ需要も多いことなどから、普通列車の大半が新潟方面発着となっており、1時間に1本、ただし、村上方面は2時間前後開く、時間帯あり程度が運行されている。新潟駅直通列車の車両は、米坂線直通の快速、紅花を除きすべて電車で、新潟車両センターの E129 系電車が使用される。E129 系、2015年3月までは E127 系を使用する新潟駅、村上駅間の日中の1往復では1995年5月8日から、米坂線直通の快速、紅花では、車両がキハ E120 型や、キハ110系機動車に置き換えられた2009年3月14日から、それぞれワンマン運転が行われる。新発田駅をまたいで、水原駅経由で、新津方面と村上方面を直通する電車列車は設定されていない。村上駅酒田駅間の普通列車はすべて、機動車によって運行されている。2018年3月16日までは、酒田駅鶴岡駅間に、電車で運行する普通列車が午前中に1往復設定されていた。これは村上駅、真島駅間に直流と交流のデッドセクションがあることと、新潟支社が通勤、近郊系の高直流電車を保有していないことからである。村上駅鶴岡駅間は3時間ほど間隔が開く時間帯がある。キハ110系機動車については、鶴岡駅酒田駅間の一部の区間列車でワンマン運転が実施されている。このほか、余目駅酒田駅間に陸羽西線との直通列車が設定されている。1993年から秋田車両センターの701系電車を使用しており、一部列車ではワンマン運転が実施されている。全区間を直通する列車のほか、酒田駅、吹浦駅間と羽後本庄駅、堂の川駅、荒谷駅、秋田駅間の区間列車の設定があり、1から2時間に1本運行されている。酒田駅を境に管轄支社が変わるため、同駅での村上方面と羽後本庄、秋田方面相互の列車接続、稲穂との接続を含む良くない。また、この区間に存在する、女鹿駅、折渡駅、桂根駅については、通過する普通列車が一部設定されている。1988年3月13日から2002年11月30日まで、酒田駅、羽後本庄駅や秋田駅間を運行する快速列車に小吉の名称が与えられていた。現在、朝1本のみ設定されている羽後本庄発、秋田駅快速列車は、かつて小吉1号として運転されていた列車のダイヤを引き継いだものである。日本海縦貫線の一部である本路線は貨物輸送が盛んである。県境区間等では旅客列車の本数の少なさゆえ貨物列車の本数の多さが目立つ。そのすべてが EF510 系及び EF81 系電気機関車牽引のコンテナ列車である。沿線のコンテナ取扱駅は新潟貨物ターミナル駅、白新線東新潟駅、中条オフレールステーション、羽前水宅大須、酒田港駅、羽後本庄大須、秋田貨物駅、奥羽本線。また臨時車扱い貨物の取扱い駅として、新津駅、新発田駅がある。また、秋田貨物駅酒田駅間に、臨時貨物列車として 8880.8881 列車の設定があり、ED75 系電気機関車が牽引に当たっていた。羽越線内で ED75 が運用されるほぼ唯一の列車であったが、2007年3月18日のダイヤ改正で運転を終了した。秋田新幹線の車両 E3 系や E6 系を秋田車両センターに納入する際に、羽越本線を利用して公衆輸送した編成がある。JR 東日本では沿線活性化を図るために485系を改造したキラキラ上津が2001年11月から白新線新潟駅柴田駅間を経由して酒田駅まで運転されていた。2003年からは時折、木坂田駅や羽後本庄駅、2016年からは秋田駅まで延長運転が行われていた。2019年9月29日で定期運行を終了した。前節のキラキラ上津の後継として2019年10月5日からハイブリッド機動車 1BE300 系を使用して新潟駅酒田駅間で金曜、土曜、休日を中心に運転を開始した観光列車。2002年3月上旬に村上市で開催された村上町屋の人形様巡りのオープニングイベントとして高崎車両センターより借り受けた蒸気機関車 D51498 及び磐越物語用の12系客車を要して SL 村上雛街道号を新潟駅から白新線経由で村上駅まで運転した。当初、坂町の転車台の整備が整っていなかったことから、下り列車のみの運転であったが、好評のため翌年以降にも運転。以後、磐越物語用12系の本来の牽引機である C57-180 とともに、毎年運転されている。ただし、2006年は団体臨時列車として運転。2007年は C57-180 が、全般検査中かつ磐越物語用12系もリニューアル工事中だったため D51498 と12系一般車6両編成で運転された。また2003年7月6日も同じく村上大祭に合わせて SL 村上大祭号を C57180 牽引で運転。2004年も団体臨時列車として運転されたがこれ以降の運転はなかった。2004年9月には、美味しい山形デスティネーションキャンペーンの締めを飾るため、村上駅酒田駅間を2日1往復で、SL 出羽街道号を運転。これは、同区間で、蒸気機関車の運転が終了してから34年ぶりのことになる。上津本線の建設は、おおむね県ごとの3区間に分かれて行われた。新潟県内は、信越線の新津柴田間を、村上線に編入して北へ延長する形で、山形県内は、新庄から酒田に向かって延長されてきた、酒田線、1917年に、陸羽西線に、改称を、南北それぞれ延長する形で、秋田県内は、秋田から羽越北線を南に延長する形で建設が進められ、1924年に、各県境区間が接続して、全通。羽越線と改称し、1925年に、支線、赤谷線の開業に伴って、羽越本線と改称された。羽後岩谷、折渡間には、石油層という軟弱な地盤を掘削するため1917年に、日本初のシールド工法を利用して建設された、折渡トンネルがある。現在の下り線に採用されたが思うような結果が出ず、工事の途中で、従来の工法に戻されたようである。太平洋戦争中は日本海岸を縦貫する幹線ルートの一部として輸送力増強の要請から信号場が数多く追設され、戦後も部分的にではあるが複線化が行われている。当初は柴田秋田を複線化する予定であったが、財務状況の悪化と輸送量の減少により中断された結果である。海岸線を走るという特徴のため、従来線、単線に増設して複線にしただけでなく、内陸に複線の新線を建設し、従来線を廃止するといった手段も取られた。このため、村上、三瀬間には、旧線の移行が数多く見られる。また、一部には建設途中で中止されたと思われる未成線もある。1972年には、全線が電化されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。